これの宮ビズポイントあれ良かったなやっぱなあれ良かったですね。宮ビズポイントあれは先生が間違えてたんや。見てましたあのハローキッチン。見てね。やっぱ笠井由美ちゃんがゲストやったから僕ご存知で笠井好きじゃないですか。あ、そうですね。ガンダムオタクですね。笠井をいただくっていう宣言もしたところですよ。福田はやるからマリンちゃんあげるからと。で、例えばやっぱり笠井と夏焼きっていうしゃくれしゃくれ並ぶっていうわこれはいいなと思って大好物やったなってパンザみたいなもんでもうポルノやんと思ってだからそう竹内卒業やからあれだから新メンバーお披露目やしハロステを俺ちょっとフルで見ようと思ってでもやっぱしんどいなインタビュー Q&A とかだるいけどでもまあ見応えあったじゃないですかやっぱ8するとでさらにもうハローキッチンはと思ったらそれもええんかいと思ってるほんまにフルで見てもうた今回だけは久々に何がええだよ。いやよかったわ俺もうダラダラ見ててほんまこいってお前がハローキッチンってお前が喋り出すんかいと思ってそこの愛情まずお前が言うんかいと思って構成まで変えやがるお前が言って先生を紹介して笠井が最後かいと思って何考えてんねんと思ってでダラダラダラ作って笠井が喋ってたらもう邪魔やなこいつなんでお前めっちゃ喋んねんと思ってベラベラ喋ってでもやっぱミヤビズポンチのアイワー思ったらあの先生がそうめんの汁捨てたあかんのにガサー捨てたああミヤビズポイントミヤビズポイントって言ってよかった今週もう今回ないところでしたよと言っていやなくてええのよあんなもんっていうので今回のハローキッチンは見応えがありましたね。その話でしょ。そうですね。その話したないねあれ腹立つねあれもう全部言うてもうたけどもうないと思うけどあの話のことじゃないの。そう、まあそんなみやびちゃんなんですけど、すごい。今年福村さんが辞めるじゃないですか。全然関係ない。流されてる。わあ、みやびスペシャルで喋ろう思ったのに、まだ次の機会にしといたるわ。いや、やっぱりこれね、横割りの近くまで来てるから今日、うん、やっぱりこう福村のことも語っとかなあかんかなと思ってここはあの名場面ダッシュがあったとこですから。ああ確かに、そうだそうだ確かにね、うん、道重の卒子、ね、そうですね、うん、あれ福ちゃんにとってもここが聖地ですから、うん、まあね、だってそうやな確かにそうやもん、うん、だちょっとねまあ、折に触れてはこれはもう語っとこうかなと思いました。はあ、うん、どうですか最近の福村さんは。いやもういよいよ興味もないからな見てないですか新人が来るって言ったのに葬式みたいな格好してきた福村さん。いや新メンバーのあのお披露目スペシャルみたいなね動画まあ皆さん見たと思いますけど、うん、あれ見てもう一度改めてこいつできへんなって思ったっていうわざとかなっていう思いましたけどね。なんかでも話したかもしれませんけどよかったな。ねえ緊張してるであろう新メンバーに緊張してる緊張してるじゃん緊張してる緊張してるじゃん何遍聞くねんしてるよそれはお前やろしてんのはほんまはなんでお前がしてるか知らんけどとあれには驚いたし。あの人が辞める時のあの会場はまだ発表ないんですよね。あ、まだ発表されてないの、ね、うん、どうするんですかね、うん、でもまあタケちゃんが横割りでこれやるってなって、うん、福村が横割りってわけにもいかんでしょうね。そりゃその、まあ、一応モーニング娘。という大看板としてあれしとるわけで、まあ、もう同じ横割りですってなるとちょっとなんかこう、ね、まあまあまあ、ね、ちょっと弦が悪いっていうのもおかしいけどなんかその、まあ、モーニング娘。の格がちょっとこう、うん、まあもう実際、うん、まあ最悪ね横割り同じか、うん、でかいとこと思うけどやっぱり下がることはない。やっぱり武道館とかはもうないと思うんですやっぱり。そうね武道館ってことはないよね、うん、武道館ってこと、うん、ないと思いたいし 2days は武道館。いやいや 2days も言うことないでしょ。田中さん MC せえへんのに腰爆発しますよ膝とか全部取れますね2days で喋らんとずっと歌そうだったら。でもさこれ
当にもし例えば横割りで福村やとしたら、うん、こう完全にアンジュルも勝ちましたってことになりますよね。あまあまあ当日券出そう、うんうん、まあ実際ねえ、まあ、安城座の悲願というか、うん、実質はうちが勝っとるって言ったずっと言い続けてきたけど、うん、いよいよその会場の格でももう一緒になったんじゃないかっていう、うん、そんなに喧嘩してんの。いや喧嘩してないですけど喧嘩してない一緒じゃないのみんな DD じゃないの。いやいや、まあ、まあそういう人の方がもちろん多いんですが、うん、一部の会議派みたいなのはね、うん、いますからやっぱり社員さんじゃないんだからあなたは社会的にも会議派だからね話は違ってくると思いますけどどうなんやろな、うん、でも埼玉スーパーアリーナしかないよね。いややっていただきたい大きいとこ。代々木はだってあそこは狭いんですか。そんなにでしょ。あのまあ違うとこでやってほしいなとは思いますけどね、うん、横ありと多分そんな変わらなかったんじゃないですかね。あの人数的にはどっちかがちょっと多い少ないぐらいで、まあでも代々木の方がその本当に古いハロープロジェクトのそのなんていうの、うん、ハロプロコンサートは代々木やったから、うん、なるほど、その頃を彷彿とさせるっていう意味も込めて、懐かしい響きが、そうあの代々木体育館とかはあるかもしれない、あ、ありじゃないですかね。うん、まあ一個凝ってほしいなと思いますよね、何にせよね。そうどちらどちらに行くにしてって、うん、もう武道館じゃちょっと収まりきかんよっていうちょっとモードにはやっぱ入ってんじゃないですか。まあ入ってるでしょうね、それは。でもこれ例えば福村が横割り以上、まあ横割りやとしても道重と並んでるわけやから、まあまあ大事なことですけど、これ横割り以上ってなったらもう道重超えやねんから、実質的には私の方がモーニング娘。でっかくしましたよと胸を張れる、うん、いや最強リーダーみたいな。在籍期間も一番長いんじゃないですか結局。長いね、長い、高橋とかも長い長いって言われたけど、うん、あの辺ももうボボボボみんなが超えていって結局、うんうん、まあね、25周年のためにね寝かせてたわけでもあるわけですから3年やめてくれって、もうちょっと追ってくれよ、3年もやってたわけですから、うん、もうそれぐらいでも下駄剥がしちゃってもいいんじゃないのっていう気はしますよ。やっぱそう言うたもん、もうガラガラ祭りでもいいじゃないって、うん、なんならばそうやってくれよもう1回ぐらいと。そうね、まあ貯めてきたじゃないと、まあ、うん、全然好きなメンバーじゃないけど、でもまあ一応そのモーニング娘。ということで言うと、うん、やっぱでかいとこではやってほしいとは思いますよね。いや華やかに、うん、みんながその担いできたんじゃないのっていう、うん、それに対していやこいつできへんやつじゃないかってね、まあ、我々言って怒られたりもしましたけど、うん、でもやっぱその事務所側とかも散々担いできたわけだから、うん、そうそうそう、散々言われようがいろんな人が言われようが、うん、いやこいつを軸にやっていきますって言ってやってきたんじゃ、うん、なわけですから、うん、まあやっぱやそうでかいところでやってあげてほしいなっていうのはやっぱあるね、思いますよね。あるあるある、うん、あのキュートの時みたいにさ、うん、もうハロプログループ全部出してええやん最初にこう、もうね、あのやり方でええやん、あのやり方で大だから、その福ちゃんを好きな人はまあ言うてそこまでいないけど、やっぱこうほんのり好きじゃないですか、うん、モーニングも福ちゃんがやっぱりできへんできへん、まあ、全然どうしようもない人やけど、うん、モーニング愛、うん、もう一個あるとしたらそう、うんうんうん、結局モーニング娘。のこと好きやから、うん、まあなんとかなってる、うん、そうだったらもうそっちにやっぱフォーカスして、うん、大ハロコンみたいな方に、そう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 、モーニングを軸にそうだ、うん、大、うん、大ハロコン祭りみたいな、うん、もう OG とかも呼んじゃっていいと思う。だから道重さゆみとか呼びましょう、ここバスンと、もう藤本とかさ、うん、呼んで、で全然知らないんだけどとか言って、うん、言って、なんじゃお前はとか言って、うん、もうそういうなんかこう、そう大祭りみたいな、もうそれは袋卒業でももう関係ねえんだけど、関係ないでも、もう大祭りをそろそろ見してくれよっていうのはある、うんうん、やっぱり、うん、なんかそれぐらいの感じじゃないとやっぱあの正直福村さんの力では埼玉スーパーアリーナなんて埋めれないと思うから、うん、やっぱそういう子もいろいろ投入して、うん、そうなんですよ、うん、結局、まあ、埋めれたとしても結局そのもう方向性的に福
クロさんのその芸風的に、うん、結局いつものコンサートやるしかもうできない、できない、うん、じゃあその客がいっぱい入ってるコンサートですよねっていう形しかならないと思うんですよね、うん、結局ね、うん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 、やっぱりそのやっぱ大祭りの方向にやっぱ舵を切ってほしいですよね。そう、どうするだって階段からツンコ降りてきたら、あの仮歌とともにドクターストップ言うて降りてきたらどうする？生まれじ時やないか。でもなぜかあのイメージあるよね。あるぞ。その宇宙天ラブのイメージが。あれ結構その時々で、時々の歌を歌ってたと思うんですよ。確かね。でもすごいあの、ドクターストップがあのイメージがめちゃくちゃある。ある。あれが一番に思い出されるから。そう。でもあれ出てきたらもうめちゃくちゃ笑うし。いや、面白いやん。福村降りといでとか言ってほしいよ。福村降りといでもこれでやってやで。福村がバッて降りてきたらさ、面白いやんかも。それは面白いよ。それは面白いし。でしょ？もうなんかわけもなくすごい外周をダッシュしてるとかでも俺はいいと思う。ねえ、そうよ。いやー。それに一番ちょっとキュートから離れちゃったのはこれ。井戸の手前だ。泣いた。めっちゃ泣いた。聞いてたら腹立ってきたわ俺、ね、何が腹立ってきた。いや、やっぱりね、うん、山田さんも路上で紙芝居やってね、はい、三田さんも路上で漫才やってあの悲しい事件、いや、もう忘れてください。ね、一生懸命雑誌作ってきた人間として、うん、そうやんか、やっぱそういう客が喜ぶ面白いことしてほしいやんか、うんうんうん、してほしい、そりゃそうです。でもやらへんのやろなと思うともう腹立ってきてな。まあまあ話聞いててもうまあハローはもうや絶対 MC なしで歌って、うん、ザーッと歌っていっぱいやりました、はあ、はあ、汗かいて終わるで絶対。いや、手紙は読むって。手紙だけ読むって。やらへんやらへん、ま、じゃあ前見も呼ぶよ、前見呼ぶ。そのカメラの悪いところを全部出す回やと思う。まあそれもそれそつこんちゃつつこやし、まあ好きな人はそれが好きなろうけど、そういうの見たいのにさ、腹立ってきた。あいつやらへんねやなと思う。まあやんないとは思いますけど、今までやってきたことないですから、そのもうハロプロ自体が。例えば本当それこそミッティとか道重とか出てきてさ、昔もっといっぱい出てきたやんか。ね、まあハロコンは特にね、研修生とか前に素晴らしいってほしい。あの方式ね、一瞬やめやっていつまかなくなってたという。どうする、中盤あたりで彼女になりたいで浜ちゃん出てきたら。いや、ブレるわ。ブレるわ。マジでめっちゃテンション上がらない。ブレるわ。それはほんまに関係ないし。あ、そう。そうやったらもうエッグつながりでもそんな、もうキューアップが出てきたら方が面白いわ。ロビンとか。あ、ロビンは行くちゃうけど。みんな楽しかったって言ってくれたら面白いな、でも。そうそうそう。確かに。多分ね、加賀のラスコンみたいな、うん、あの何メドレーで。まあその方式なんやろうな。泣かせる系の昔の振り返り。あれだけやめてほしい。いや、もうあかん、あかん。あかん。もうええって、あかんよ。あれは一回、あれ、加賀がやったから、もう。福ちゃんはお笑いにしてほしいね。いや、ほんとそう。ちゃんと。っていうか、壮大にしていかないと。ちゃんとしてほしいね。中澤裕子とか出てきたらおもろいやんか。いや、おもろいおもろい。おもろいよ。そういうのをアップフロント総出でやれよ。事務所、総出でやれよ、ほんま。ゆっきりのやっとんねんからよ。そうなの。まあでもまあどうせ無理でしょうよ、総出は。ただやっぱり一個だけやっぱ切れるカードがあるとするならば、やっぱ鞘師呼ぶしかない。やっぱ球技を集めるしかない、伝説の球技の。ちょっとごめん、鞘師はもう今迷宮で忙しいから。一番暇やろあいつ。忙しい。いや、忙しないように料理してるよ。ふくちゃんが卒業する頃はもうめんつゆ第40話ぐらいになってる。いやいや、でも忙しい時でもできるっていう料理のコンセプトなんやから、ええやないか。物草でも作れるよ。お汁持ってきたら人間。もう爆笑するわ。誰も笑わへんぞ、これぐらいでしょ。鞘師呼ぶしかないんじゃないか。いや、それ見たもん、一回。
あれそうだっけ、それは見た、俺生で見たんよ、それ。そういや、そうだっけ、うん、それいらんねん。意外となんかカード乱発しとるな。乱発してる、してる。ほんまやな。うん、してるよ。だからやっぱ、まあ、だから横浜アリーナで、確かに。道重さん見読んで、福村ラッシュもう一回やってもらうことじゃない？だから分かった。それしかないか。うん、これ秋までに誰か怪我するぞ。ねえ。そっから仕込んでたらまあもう十分な気持ちだけど。自分磨き止まんない。まあでも僕らはこういういろんなことを言っても、うん、なんか面白ね、面白案を出してもやらへんのですよ。まあまあ、あいつはやられたことはないよ、一回も。ああ、一回も笑ったことないやん。食堂で歌ってるだけやん、面白かった。いやだからそうそう、新たに食堂で歌うとかでも面白いよね、新たに。じゃあまあ卒コン、じゃあ食堂でっていうのもどうかね。食堂で卒コンやんの。その食堂貸し切るっていうのはどうかね。なんかGoogleとかすごい、そう。ああ、結構金持ってるところ、なんか谷田とかさ、すげえでっかい食堂あるところ借りて、楽天とか。そのなんか僕ら今回さ、あのアンジュルムのリーダーが神子になるってなってガタってなったやんか。はいはい、ってなったやんか、うん、なんかそれはやっぱり本体でも感じたいじゃないですか。感じたい、うん、まあまあ、だからもう生田がリーダーって聞きたくないんですよ。いや、まあ、正直聞きたくないんですよ。厳しいよ、うん、石田も聞きたくないんですよ。ないんですよ、うん、絶対聞きたくないでしょ、うん、まずこの90はもう排除してほしい。なるほどな。うん、ってことは11期やな。小田か。小田やな、さては。小田リーダー待ってんねやろ。小田リーダー。小田リーダー待ってんねやろ。この3人のうち、小田はまだありかなと。ちょっと。まあ、ちょっと、その目先は変わりそうな気は。ちょっと思うけど、ガタッとはならんよ。ならん。もうええわってなる。あ、小田かい、また小田かいっていうやつになる気がするんで。というと、じゃあ、やっぱり幹の中でしょ。出た、野中リーダー待望説や。待望論やんか。それはもう見てる、インスタ幹の中の。いや見てない。見てない。野中のインスタ見てんの、あの人。何かしら露出してんねん。野中は。すごいエッチなんや。すごいエロいね、なんか野中。まあ、野中がエッチっていうのは有識者の間ではもうすでに。そのお前がいつも言う有識者どこに。有識者の間ではもう本当まことしやからささやかれてんだから。有識者の間では。誰なの、そのこれはもう DS みたいな。ちょっとそれはちょっと明かせれないんですけど、情報元は明かせれないですけど、僕お抱えの有識者いるんですよ。なるほどね、有識者軍団がいるんですよ。なるほどな。まあでもね、福村のコンサートがね、卒コンがまあ普通にやって、うん、まあ前の加賀みたいな感じの延長線上としましょうよ。でまあいい感じ、もうね、だらだら一人ずつメッセージ読んでって、どうでもいい、多分牧野マリアちゃんとかもまた滑って偉くなって、うん、じゃあ次のリーダーはってなった時に、やっぱり生田じゃ格好つかんやろとは思う。そうね。それはもう生田さんには申し訳ないし、僕は生田さん好きなんですけど、散々やってやって生田でお前それではちょっとバーが閉まらんでしょうっていう気はしますよ。声出し解禁やからもうブーイングしたのかな。生田かえーってなるし、やっぱまあ石田でもないと思うしね。やっぱ野中ぐらいがね、ドーンとするっていうサプライズとか、まあ、逆に神子のね、もう前例が一個あったわけですから、不利なんかなと思って。確かに、その後輩が飛び越えちゃうっていう、なんとかキーであったり年も別にどっちでもないけど、適正で選んでいったよっていう実績を一つ今作ったと考えれば、やっぱモーニングもちょっと思い切ったそういうのが欲しいですけどね。そうね、まあそれぐらいのものがないとやっぱりこう、なかなかその福村が辞めた とはいえ、僕たちのこのなんていうの、モーニング娘。に対してのモヤモヤした感じが消えるかっていうと、まだ消えない感じが残ってるから、やっぱりまあね、うん、そもそもなんでこんな長くいたんでしょうね、うん、あんたがこんな長くいるから使えてるわけで、なんかまあね、
本人が得してくれてたらいいんですけど、別に得してもなさそうやしっていうね。うん、なんか第二の人生いけないですもんね。多分本人いけないいけない状況だったら、本人はもうね、泣きながらモーニング娘。でよかったみたいなことは多分言うんでしょうけど、うん、いやそらそうやろうけどやな、うん、どうすんの次っていうのがあるし、うん、ね、何にも踏み台にしてへんよ、うん、そう卒業したらそもそも M ラインに行くのかどうかもよくわからないし、まあね、であと M ラインに行かれてもなんかもう、あ、やっぱそういうとこねってしかならんしな、うん、M ラインに行くのはやっぱちょっと危険ではありますよね、うん、その M ライン側が、うん、そうそうそう、なんか佐藤を呼んでるのはなんか、うん、ちょっとかろうじての感じがある、うん、それこそまあ宮部ちゃんとか怪しいけど、うん、だからやん M ラインってなるんやけど、うん、やっぱ佐藤とかおるとあれもしかしたら M ラインにも、かりんちゃんもかろうじだけど、うん、それやっぱ福ちゃんが増してくると、いやもうやばいでしょ、もうやばいでしょそれは、ああだからな、うん、M ラインはっていう感がちょっと増してしまう気はしますけどね、うん、絶対そうよ、イメージではありますが、うん、今がどうしようをどうしようを幸せ、明日の明日の幕開け、こんなん荒波大歓迎、私なら大丈夫です、バラ色の人生、みんなも最高です、バラ色の人生。まあ福村ね、いやもう言うことないな、本当にもう彼女にはもう、ほんまですか、この間なんかあのそれこそファッション誌のなんか、うん、インタビューみたいなん、あ出とったよ、あの石田とか生田とかとな、我々オタクはファッション誌とか読みやしないのにインタビューだけは読んでるというね、けどもうなんかもう何も覚えてないもん、見たの一応見たけど、なんかこう引っかかりがないのよ、ね、石田のインタビューとか、うん、もう何もない、何もないの、福ちゃんのインタビューがほんま一番何もない、だってあの人は本当にリーダー論とかないじゃないですか、うん、だから結構そのリーダーみたいな感じで特集組まれて、いろんな各グループのリーダーがボンボンボンって呼ばれて、うん、結構何回かあったじゃないですか、結構機会に、うん、そういう機会で、福ちゃんだけもういつも同じこと言うてるし、うん、個性を出すなんかこう無理に出すもんじゃないとか、うん、なんか無理にやってもしょうがないみたいな、そればっかし言うてるから、そうっすか、まあまあいいんじゃないですかっていうそうっすかって気になるんでね、やっぱり本当にももちんのこと好きやったんかな、うん、ほんまに分かってたっていう気にはなるけど、確かに、うん、確かに全然違いますね、やってることは全然違う気がするし、なんか暗い話になりますね、なるよなるよ、もうもうちょっと、ね、うん、ほんまに暗くなる、ね、うん、じゃあまあじゃあちょっと山田さんの方からちょっとまあ福ちゃんのその卒コンの予想として、うん、まあこのこのうちのチャンネルでこれ予想していきましょう、うん、毎回外れることのおなじみのこういうことが起こると、そう福村の別に会場はここでやる番いろいろありますよ、はいはいはい、会場どうします福ちゃんの、いや会場はもう先ほども言いましたように横ありかそれ以上じゃないと、なるほど、やっぱり面白くはないですよね、福村瑞稀、うん、モーニング娘。のリーダーが辞めますって時に卒業スペシャルでいつもの武道館のあの位置に掲げてる場合やないと、そうそうそう、ないないない、そんなもん全然違う、やっぱり横あり以上、なるほど、じゃないといけないですし、なるほど、そしてとはいえそこでモーニング娘。がわって出てまたそんなもう曲だだってやられて、うん、最後にこう手紙読んでみんな一人一人の挨拶とかされても、うん、だるいだけなんで、そうなのよ、うん、特に長いしなモーニングは、うん、多いから、長いからね、うん、でもあの新人がいきなり福ちゃんの言わされて 100% そんな思ってないやろっていうのを言わされてるのちょっとだけ俺みたいです結構あるじゃないですか、あるタイミングによって、うん、一応新人から始めるけど、うん、お前絶対思い出ないやろっていうバイトしたばっかの人が辞めてるみたいなそこの店長辞めてる時みたいな感じになってるというあの道重の時の12期なんか泣いては見せてるけどほんま？ほんまかお前っていうね、まあそれは見たいですけど、そうね、でもまあ、まあ、他はね基本的にはああいうもだるいのはもう辞めてもらって、うん、そうやもうでもそうなるとやっぱりもうまあ散々言ったけども誰か OG出して盛り上げてとか
やるしかないじゃないの、うん、もうそう、まあだからももクロとか呼んじゃうもん。すごい呼び方、ももクロとかさ。縁もゆかりもない気もするけど、いやでもハルプロちょっと予算力ではももクロさんとか無理なんで、ちょっとあの守護キャラエッグとかになりますよ。福ちゃんがやった時期の、いらんよ。福ちゃんが赤やった時期あったじゃないですか。あったっけ？ありましたよ。その4人も全然覚えてないですけど。そんなんあったっけ？福ちゃんもやってた。サホちゃんおらんかった？サホちゃん。サホちゃんはもしかしたら引き続きおったかもしれない。人だけ素晴らしいになれなかったからね。あ、じゃあアプガの初期面が1日だけ復活するってのはどう？まあそれやったら僕は大喜び。それやったら行くよ。僕は大喜び。みこし担いで行ったら、うん。そう。あとやっぱり福村がみこしに乗ってほしいな。みこし担いだるわ。そうね。そうやつって。男気見せろって福村が言うなら、男気見せる。見したるわ。うん、ほんまに見したるわ。うん、10万のビップシートもドーン払って、うん、その後打ち上げも行ったのも、うん、行く行く行く、それやったらもう最高ですけど、うん、最高やけど、まあまあ難しいのかな、やっぱり難しいでしょうね。難しいかな、今言ったことも逆全部やると思う。逆なの。ゲストもなしで、うん、同期呼ぶのもなんかあれだしな。そう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 、そう、それは本当そうよ。いまいちビビッと来ないしな。なんかアップフロントの人ももう好き勝手やってる僕らのチャンネルでさえ福村の話したらこんだけ暗くなるっていうことを分かってほしいです。いや、分かってほしい。いただきたいし、それだけちょっともうほんま嫌なんやって。もう変えんとっていう、うん、単純にそれはね。そうですよ、だからまあもう、うん、とりあえず会場だけはせめてでかくしてくれと、でかくして、うん、ね、で1個でもいいサプライズを作ってくれと、うん、1個でもいい、もう予想というか山田さんのもうリクエストというか要望ですよね、我々からの。そう、これはそれだけは頼むと、本当にそれだけ、当日券出してくれ、これだけ。あ、そうです、これ当日券は出せ。当日券なみなみならぬこだわりを持つ、うん、だからもうでかいとこ抑えたらもう当日券なんかもうなんぼでもこうたるわ。ドイツもお宅が10枚買って配ったりするよ。それさえやってくれりゃ。そうそうそう、確かだったら俺も2枚買ってなんかその辺のやつにあげたりする。うん、そうおるから、うん、多分どうせその時もあの来るだけのやつ、来週我々みたいな来るだけのやつおるから、おるからおるから、そうそうそう。まあじゃあ大体埼玉スーパーアリーナってことね。頼む。そうです、ね、今回こそ。それは本当にそう。竹内の時は裏切られたけど、今回こそお願いします。うん。よろしくお願いします。SSA。お疲れ様。今日も一日、よく頑張ったね。